チャカルタヤは、ボリビアアンデスのレアル山群にある山である。標高5395メートル。ボリビアの事実上の首都ラパスの真北、約15キロメートルに位置する。山頂直下の海抜約5300メートル付近まで、自動車道が開通し、宇宙船研究所がある。かつては、自動車道の周辺海抜5000メートル近辺まで、鉱山が開かれていたが、 現在は閉山している。また、世界最高所のスキー場があることでも知られたが、これも現在は閉鎖されている。自動車道の終点から山頂までは、標高差でわずか100メートル足らず、しかもなだらかな山で、登山道も非常によく整備されており、ジョッキングシューズでも登場可能である。ただし、万年雪地帯であるから、真夏でも気温は氷点下であり、降雪、 積雪もあるので、寒さ対策は必要である。また空気が非常に薄いのでわずか100メートルの上りでも大変にきつく、高山病の危険も伴う。山頂部は3つの小ピークに分かれ、中央のピークが最高峰である。登山口から一番奥のピークに気象観測装置が設置されており、ここから足元の急斜面のもとに無名の氷河湖を望める。 晴天であれば、ワイナポトシも目の前である。なお、チャカルタ山で公共交通機関は運行していないが、ラパス市内から旅行会社の日帰りツアーで訪れることができる。ありがとうございます。